こっちからこれを、これは、今日は休みなしで、ここに、あの皮を削って陣を作るべく作ったんですけど、ちょっと元気が良くて皮が傷を治そうと思って浸食してきて、また元に戻ってきたので、もう一度削る予定なんですが、1年だもんね。ちょうど1年だね。1年でもくっつくの。うん、切り方がね、細いとね。だけどあんまり太いと本体傷んでく恐れがあるんで、うん、最初恐る恐るやるので、どうしても細身に削っていくでしょ。こういう流れで削っていった。いや、枝が枯れてくるね。これ、水道切ってしまうとね、上の枝がどの枝かが落ちること考えられるんでね。うん、それで恐る恐る、こういうもんなんだ。うん、こうねじって作った木だから、うん、こうやってみたんだけど、ちょっとね、水道がよくわからないんでね、うん、1年目は、こうやってちょっと細身に切って、確かめるね。うん、確かめて、今度は、OK、大丈夫だと思ったら、これを今度は太めにしてね、うんうん、持ってってだんだん太くしていかないと、こういう風になった木を一気にやっちゃうと危ない時あるんでね、上が全部傷んでしまうからね。でそのいい例としてね、これがね、これがそうなんですけど、これはここにこう立派なのがあって、うん、ここにあったの、見たら分かるけど、ちょっと削ったような跡あるけど、これはまあ何年か前だけど、こうあったんですけどね、これをこう作って、この枝を利用してちょっと大型のものを作ろうとしたんだけど、うん、ちょっとこれがさっきの言ったようにちょっと削りが間違って、ちょっと強くやってしまったんだよね。その白いとこが削ったとこ、うん、ここはこことこ削った跡なんだけど、うん、それをちょっと慌てて早く作ろうと思って強い削りにしてしまったんで、うん、この木がね、枯れてしまったの。入れ方によっては枯れるっていうこと。これですか、うん、うん、これだってちょっと今わかんないけどね、うん、これはねじ込んで作った木だから、うん、綺麗にこういうふうにね、なんとなくわかるでしょ、ねじね、うん、だからそのねじれたように綺麗に、あれ彫刻刀入れていけばいいんだけど、うん、それがね、もう古くなるとどこがどうなってるかわかんないですよ、うん、それがね、思い切ってやったらどっかの枝が枯れたりするんで、ね、だからあんまりね、際どいことはできないんですけど、こういう風になっちゃうとね、